自民党がもうぐっちゃぐちゃの状態になってるんですけども、こういう時代だからこそ、百田さんにはどうしても頑張ってもらわなくちゃいけないんですよ。ところが、アンチが、アンチがどん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 湧いてきますね。でもね、アンチが湧くっうのは私、いいことだと思うんですが、まあそこで3つの明快な理由と、まあ3つにあえて絞ったということになるんですが、まず1点目ね、はい、常年司さんともうね、百田憎しの急先鋒だと思うんですけども、なんでこんなふうになっちゃうかと言いますと、黙っていられないと、常年さんがじゃあ,ありませんよ。百田さん が黙っていられない性格ですから、なんかちょ、ちょろっとね、こう、常念さんなんかとあると、いや、ちょっと待って、お前、えー、加減性やと。まあ、ブチ切れちゃいますもんね。でもね、あの、ブチ切れるからいいんですよ。あの、百田さんね、本当のことを追求してます。百田さん絶対本当のこと言ってますんで、えー。こういうふうにね、なんか違ったこと言われちゃうと、いや、待てよと、お前が悪いじゃないかって、こう、ことでね、こうやって、やっぱり言ってしまうんですよ。だから、こういうところで、どうしてもアンチが増えてくるんですけども。さあ、もう一人、こんな方もいますね。常念さんとは全然タイプ違いますけども、まあ、どっちかというと。 ふわっっととね臭すす言いますかままかあ嫌味を言ってくるようななこれタイプになりますでも最近ではこれ、あの百田さんもね、あの K がね、K さんがね、ということで、明らかに和也さんを意識したという感じでこう突っ込んでいますけども、まあこの2人、うん、まあそれなりにあの2人、まあそれなりといいますか、ファンは多いわけでしょ。常年さんにしても、和也さんにしても、ここねフォロワー数なんか見ても、すごい数がいます。ですからね、この2人がどうしても百田憎しということでやると、この人たちもファンがいっぱいついてますから、漏れなくね、 そのね両方合わせて100万以上のこの YouTube のフォロワーというのが百田アンチになっちゃうんですよね。まあこれ仕方がないですよ。まあこういう構造でどん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 とアンチが増えてくるということになるんですけどただね私ね本当あのこれ平等に言ってますけども百田さんねほぼ正しいこと言ってますよ。でたまに間違えますけども百田さん結構訂正するでしょう。すまん間違えだと。で日本国旗もそうでした。初版で結構誤りがあったのをこの有馬さんとかねまあまあどうでもいいや。まあそういう人たちに指摘 されれてこれ違ってると言われましたでで百田さんどうですあこれ違ってましたって訂正するじゃないですか。あと普段の会話でも有本さんからよっからね、えー、こうつくまれるでしょ。百田さんそれはね違うと思いますよって言うとあそうかとか言って百田さん直しますよね。だからねこの修正能力を私は高く買っているんですよ。あの人直すんです。ただこれは間違いなく合ってるってことに関してはもう絶対 本当にとということで徹底的にやりますでもそれが気に食わないアンチはいっぱいいるわけなんですよね。そして代表的なのはこの人。まあラスボスに近いような感じなんですけども、まあこの橋本さんっていうのも絶対に自分の非を認めないタイプでね、徹底的にこう議論しかけるんですが、まあこれはね、確かにあるでしょうね。で、百田さん、これはね、橋本さんと違うのはね、2人ともオレナイトやってガンガンやるんですが、このね、百田さんっていうのは、こう、人をおちょくるっていう意味では上手いですわね。これ橋本さんからすればね、 この百田の親父めと落ち送りやがったということで、まあ、それはね、相当頭に来てる。で、それはね、私もよーくわかるんですよね。よくわかるんですけどもね。ただね、この時皆さん、疑問じゃなかったでしたこれ。これね、あの橋本さんっていうのは、すぐにこう、訴訟を仕掛けるでしょ。もう許さねえってことで、パーンと訴訟するんですけども、訴訟するんだったら、これ。 格好のネタじゃないですかだってこんなふうに大々的にやられてしまったら橋本さんとしてはねこんな嘘を書きやがってと本当に俺の名誉を傷つけたと百田を今回は許さねえ訴えてやると言っていいはずでしょで百田さんも訴えないでくださいって言ってるんですけどもふるい許さねえと訴えればいいんですけどもなぜかこの時訴えていないんですよこれは百田さんも非常に不思議がっていましたけども私も不思議です皆さんも不思議でしょだってここで訴えなくて一体どこで訴えるんだととなると これ、橋本さんとしてはね、ここに書いてあることは事実だというふうに思ってたと、こんな感じで認めたっていうふうに私たちから思われても仕方がないですよね。さあ、そして立憲民主党もこれ、アンチです。まあ、これはもうどうでもいいですよね。さあ、そして自民党なんですけども、この岸田さん、岸田さんはもう完全な、これ、オワコンということでね。 はい、もうそういう方に死にたいというふうになってしまいましたけれども、この自民党の党員ね、これがすごいわけでしょう、現状でね、百田憎士、有本憎士でもあるんでしょうけども、百田憎士ですよで、百田さんは常々ね、自民党の連中はもうクズばっかだということで散々言ってたんですが、安倍さんが亡くなってからね、もう99%クズになったと、で残りのね、あの議員というのは、例えばね、えっ、ー、と、なんだ、あの有村さんとかね、あの女性いるじゃないですかね、女性の方もいらっしゃいます、そして杉田さんとかね、 本当にそういう高市さんとか、まあ、そういう一部の人だけを、あの人たちはいいと。で、ちょっと前までは、和田政宗さんも言い合っちゃったって言ってたんですけどもね、この和田さんも、うん、これでね、雑落しましたんで、99.3%ぐらいはもうクズだと言ってるようなもんですね。でね、これは、百田さんが言うのは最もなんですけども、言われた自民党としては、そりゃ腹立ちますわ、百田憎し、アンチになって当然ですよね。だから議員もそうなんですけども、この自民党支持者からすると、保守党憎し、百田憎し、アンチ はどんどんん湧いてきますだけどねアンチがどんどん湧いてくるんですけども勢いとして圧倒的にこっちが多いわけでしょう。 これが何を物語ってるかですよ、つまり百田さんは正しいことを言ってるから、やっぱりね、私はねこれに尽きると思いますよね。でもう一つはね、これ、ちょっと前なんですけども、最新刊のウィルでね、竹内久美子さん、あの兄弟卒業してうんぬんの方ですけども、まあ、保守のね、私好きですよ、方なんですけども、まあ、こういう形でそこそこ金があって、モテない男、が左翼になると書いて納得、ここまでいいんですが、ただ百田さん、竹内さんからなんとブロックされているんですよね。前に悪悪口口をを書かれたたので悪口を言い返したらブロック さはあということなんですがこの辺もね黙っていられないということなんでしょうねあの、まあ、竹内さん立てながらうまくやればいいと思うんですけどまあ百田さんねうまくやるというのはあんまりないですねプチッと切れたら行ってしまうとということでブロックされてしまったということで同じ報酬順位の方からもねあの別に喧嘩してるわけじゃないんですけどもちょっと百田さんも絡まないでよという感じでやられちゃったんでしょうね、まあ、これに関しては百田さんもねもうこれで終わりということであんまりここから突っ込もうとはしていませんけどもはいこちら竹内さん なんですがいやあの、非常に、ね、あの文章を読んでるとやっぱり理論的ですしあとはこう、ね、あの指摘する点というのはすごいと思います、もう非常に聡明なクレバーな、ね、私、しいの方だと思っていますので、まあ、この方には頑張ってほしいと思います、まあ、百田さん喧嘩せずに、ね、お互いにブロック解除しましょうやっていうふうにやればいいと思うんですけどもさあ2番目は、ね、中国、韓国を糾弾、これはまあ当然ですわね、だからこちらの人たちにとっては、まあこれは何て言うんでしょうね。 アンチになりますよねで特にね、まあ、気の毒だと思う部分もありまして私もね在日の人とかね、えー、もう本当に生水粋の向こうの人とかね友達ねいや実はちょこちょこいるんですけどもあの少なくとも彼らはめっちゃ めちゃくちゃゃくいい人間です。本当にいい人間で、特に在日のある人間言ってました。これはね、いやもちろん名前明かせませんけども、いろいろ動いて日本をディスるやつがいるけど、めちゃくちゃ迷惑だって言ってました。俺たちは日本にいてね、本当にいい国だと思って住んでるし、この国のおかげで商売もやって、それなりに成功してると、よかったよかったって言ってるんですよ。ところがね、妙な連中が日本をディスるもんだから、俺たちまで攻撃されるんだと。もういい加減にしてくれと。 いいですかこれ現状ですよ 怒ってる人たちはすごく多いんですよ。なんでやと。これだけ日本のためにやろうと思っている一部の妙な連中が騒ぐと。で、俺たちも巻き込まれるんだってことを言ってますので、こういう人たちがいるのはこれ事実なんですね。でも、こういう人たちの中にも、あんまり百田さんに言われちゃうと、もう百田さん、いいかけにしてくれやということで、アンチに転じるっていう人もやっぱりいるでしょう。まあまあ、これは一部なんですけども、やっぱり問題は、心底ね、百田さんに行くしと反日に動いてる人たちというのは、百田さんは目のような単行部ってことでどうしてもこれはなっちゃいます、ね でこれも有名でしょう、何回も私も取り上げますけども、あの弁護士の方がね、まあ、大体これ、構図分かりますね、説明しなくてもね、百田さんがまあバーンとね、こうやってやってると、で左にはね、なんかこう、虫がこうプーンと飛んでるようなね、こうう日本国旗がありますと、でこれを書いたのが、まあ、この堀さんという弁護士なんですけども、いやー、でもね、左派の人は本当に不思議ですよ、なんでそこまで百田さんを憎む必要があるのかなで特に 韓国を攻撃する人に対してね攻撃というか韓国ってこうでしょっていうことをやる人に対してはこの人たちはもう全身全霊で反抗してアンチになるんですよ。 なんんでででそこまで言ううしょうね,でね。私はね、日本が韓国に迷惑をかけた、いや、これはね、いろいろあるかと思います。だって、ああいう時代ですもん。そりゃ、ありますよ。ありますけども、いいことも5万とあったわけでしょ。だから、それを冷静に話し合って、これは百田さんどうだと、明らかに日本が迷惑をあの人たちにかけたじゃないかと、これはちゃんと検証して、謝罪する内容もあるんじゃないのって、そうやって言えばいいでしょ。で、その反対、これは日本のおかげで韓国はめちゃくちゃ発展したと。 ね、えそう衛生環境も本当に発展したと、線路もできた、学校もできたとで、国民の生活も上がった、さらには人口も倍増したと、これは日本のおかげだと思いますよ、百田さんと、これは百田さんと意見が同じです。でも百田さんここは私は私 これでいいいと思いませんこれで議論をしてお互いに百田さんもきっとね認めるとこもあると思うんですよ。こうやってやっていけばいいと思うんですけどもね、この人たちはそうはいきません。とにかく全て百田憎しでやっちゃうわけなんですね。さあ最後、お上品ではないと。 上品ではないのとはちょっと違ってね、お上品ではないというところですね。これは百田さんもそうでしょ上品なんてクソくれって私は思ってると思いますよ。なんやねみたいな形でね、百田さんね、笑い取りに行きます。まあ、あのー、一番ね、言われるのは、えっ、ー、と、あの、まあ、YouTube のこういうね、ライブ配信のところで、 まあ今映してるねこれは関係ないんですけども、まあ、確かねこの回でもあったと思うんですが、まあ、下ネタを途中でこうぶっこんでくるわけですね。で我々、この百田さんが好きな人にとってはこのライブ見てますとあ来た来たこの流れは下ネタであのネタであいこういう流れやろうとある意味ねドリフターズのマンネリゲーみたいなとこちょっとあるんですよ。この話に持っていくぞ、持ってくぞ来ましたって形で見てる方は面白いんですけどもドリフターズどうでした PTA はもう大激怒だったでしょ。こんなものを子供に見せるなんてね、テレビで放映するのかとんでもないって激怒してたわけですよ。つまり、アンチドリフターズです。だからそれが同じ現象が起きますので、こういう人たちが出るのはもうやむを得ません。もう私から言えば、ごめんなさいねと。はい、別に百田,百田さんのことね、好きにならなくて結構ですと。 ままああそういううういいいししかなないというところなんでしょうね、まあ、百田さんもね、まあ、そういうところは、まあ、もう少し直してもいいかなって気はするんですけどもだから有本さんとの掛け合いが面白いですよね。百田さんがねベローンって変なこと言うと有本さんがねやめなさいともしくは「 無視しますね有本さん無視してところでねという形で話をきれいに寄って聞こえなかったふりをしますねだからあれね有本さんとしては何でまたそういう下品なこと言うんだってカーッと頭に血が上ってるはずですよで今までは良かったんですがこれでね党を作って国会議員も確実に出ますんでそうした場合とは、えーとね、若干これを押さえて気をつけた方がいいと思いますね私ね百田さん軌道修正若干すると思ってますけどもね、まあ、あとねこれ関係ないんですがこのブロック 私は幸いはブロックされていませんけどもお、ね、好きな人もブロックしてしまうとで好きだった人はブロックされたことによってアンチに転じるという、ね、そういう現象もたまに起きますねえそしてねこれはまあいわゆる文化人といいますか、まあこうまあ、小林さんとかね書いてますけどもとにかく百田さんとか、ね、門田さんも含めてもう下劣で仕方がないとか、まあ、この辺もね内容はちょっとさっきの、ね、下ネタとはこれ意味が違うんですけども、まあ、とにかくあの連中は下劣だということでこういう形でいろいろ批判する人もいます ねえーまあ、LGBT の感じではまあまあまあこんな話もして、えー、いましたよと。 はい、これもそうでしたよね。そんな嘘じゃねえかって明らかになってねえしと、まあ、アンチはとにかく湧いて出てくるわけでございます。でもね、私ね、まあ、3つたまたま挙げましたけども、アンチの人はこれからどんどん湧いてきますよ。で、あることないこと言って、アンチがどんどん湧いてきます。でもね、当たってることは、百田さんはきっとちゃんと訂正すると思います。で、さっきの上品とかね、生理的に合わないというのはどうしようもありません。特にそうでしょう。百田さんなんかね、明らかに生理的に合わないか合うかも、どっちがですよ。 ダメな人はダメです。もう見たくもないって人いっぱいいるでしょうね。しょうがありません。皆さんもこれどうしようもないですよ。だからその人はどうぞアンチになってくださいと。だけど、アンチよりも、私は百田さん見てるとね、逆のアンチ、つまり好きだって人ですよ。こういう人のがどんどん増えてきます。なぜかというと、間違ってない発信をして、しかも日本のためになること、日本に反対する妙な連中を許さないという姿勢がある限り、必ず日本人の私は正しい支持を得ると思っています。皆さん どうですかね、同じ意見だと思いますよ皆さんも。